熊野本宮社は、宮城県名取市にある神社である。名取熊野三社のうちの一社。祭人は、熊野串大江富子大臣、熊野娘大臣、熊野早玉の男大臣を主催神とし、他に十一柱神を廃止する。名取熊野三社の一社として、保安元年に創建。創建当時は、現社地より500メートルほど南西の小建てという小高い、丘に鎮座していた。 また地名も奇襲熊野本宮大社の大人志原に、名づらいて、大原と称していたという。源の頼朝が、欧州平泉統制をする際、当社に文を祈願し軍に赴むき霊源荒かな、様を覚え、文治5年9月再び詣出て深く支敗したと、伝えられている。それ以来武家諸公の数形が厚く、A66 年12月、欧州短大、伊達春船より、 熊野本宮本殿屋根吹き替え並びに、御子、神名、バグ等が奉納されている。万寿元殿に、原社地に遷座。原本殿は、元六六年に建て替えられ、長床、首郎、御子殿などの建物が建てられた。また、昭和八年に、拝殿、社務所、拙者を建設し、昭和五十八年に本殿を営然し、平殿。 社務所の建て替え整備が行われている。社地の前には、熊野本宮大社の片荒を流れる川に見立てた、音無し川が存在する。また、当社には古く、山伏によって伝えられたという、死死体向け民族文化財の熊野道12、新独踊りが保存継承されている。バス、宮城交通熊野道温泉入口停留所と歩約10分。ありがとうございます。